第4レース2着になりました大川優選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日は見事な元気でした。どのレースを見たらいいですか。そうですね、やっぱり地元の選手集団に乗ってるんで、やっぱり、まあ、一番仕事したいというのも気持ちが多分強いですし、あとは、まあ、ここでお客さんに名前を覚えてもらえたらと思いました。今回戦、2日間、どうですか。そうですね、初日やっぱり自分の判断ミスで負けてしまって、すごいお客さんに迷惑かけたんですけど、まあ、今日、倍返しとまではいかないですけど、少し返せたと思います。今年は何ですか。いや、今年はこれで勝つんです。いい最後になりました。そうですね、皆さん良いお年を、また来年もよろしくお願いします。それでは、大川選手、おめでとうございます。